下練習中です。泣きながら靴下を履く練習をするキサちゃん1歳。じゃあほらママ履かしてあげるよ。お母さんが手伝おうとしても靴下を取り返し自分で履こうと頑張りますが、悔し泣き。実はこちら10年前に撮影されたもの。そのキサちゃんは現在小学6年生。お母さんと一緒に動画の整理をしていた時、偶然見つけ投稿してくれたんだそうです。当時の映像を見て感じることがあったそう。すごい自分のことを大切にしててくれたんだなって。今見るととても大切な宝物だなと思います。大きくなったからこそわかるお母さんの愛。最近はダンスを頑張っているというキサちゃん。悔し涙は今も？今は泣きながらはやってません。そうなんだね。悔し涙が宝物になった母と娘の思い出動画でした。